週末ソムリエのコーナーに参りましょう。今日は藤崎マーケットの田崎さんが届けてくれます。田崎さん、決まってた、まだ連絡来へんな。田崎さん、おかしいな。昨日からドラフト会議からの連絡待ってるんですけど、まだ来ないですね。そこの連絡か。井川さん、なんか言ってあげないと。どうもどうもどうも、田崎でーす。一応ちょっと来るかなと思って連絡だけ待ってたんですけど。さあ、ということで今日は神戸クラウンプラザで神戸にやってきております。さあ、こちらでございますね。今日はハロウィンブッフェ、家族で楽しむ週末でございます。はい、こちらも見てください。ザ・ハロウィンナイトブッフェということで、今日から3日間ですね、このような料金ですごいブッフェが楽しめるということでございます。さあ、ということでちょっといろいろお話をお伺いしたいと思います。行きましょう。どうもどうも、こんにちは。マネージャーの藤田さんでございます。よろしくお願いします。ね、すごい、なんか大きなところでブッフェがあるということなんですけども、なんかこだわりポイントがあるって聞いたんですけども、どちらだと思われますか。あ、クイズですか。はい、井川さん、はい、すごいこだわりポイントがあるそうなんですけど、何だと思いますか。10秒でお答えください。こだわり、料理をまあ、上手にやったと。分かんない。料理を上手にやったって何言うてんねん。無理、すいません、本当にもう本当に鳴尾浜でヘリコプターばっかり飛ばすんですよ。その通り、その通り。狙っちゃうんです。言うときますね、もう本当に。正解いいですか。はい、正解はホテルシェフの作る可愛いスイーツたちとハロウィン限定のお料理の数々です。あ、料理、あ、料理近いですね。近い、ね、もう皆さんご存知だと思いますが、もうホテルのご飯ってやっぱりこう美味しいですよね。間違いない、美味しい。そしてまた今回は特別なメニューがいっぱいあると。はい、ハロウィンにこだわったメニューたくさん置いております。はい、そして家族でも楽しめるということで、はい、お子様向けのメニューもたくさん。はい、たくさんございます。いや、楽しみですね。お菓子のプレゼントなんかもあるということで、はい、いや、楽しみでございます。さあ、それではちょっとそんな中をね、ブッフェお伺いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと行ってみましょう。うわ、ほら見てください、これ綺麗。もうほら、いいでしょ、雰囲気が。ビュッフェ最高。ちょっとね、お皿を取って、ちょっと手とかあるし。いや、もうほんま、ね、ワクワクしますね。この飾り付けの、あ、ここちょっともうスイーツがほら、ね、いっぱいあります、種類が。いいですね。あ、どうもこんにちは。いらっしゃいませ。パティシエの谷口さんでございます。もういっぱい、もうスイーツだけでも何種類ぐらいあるんですか。14、15種類は。11種類させていただいてます。うー、見てください、これ目玉のゼリー。はい、すごいです。これ何でできてるんですか。これは、はい、あのクランベリーのゼリーに乳酸菌飲料の目玉のゼリーをあしらってあります。もちろん目玉のところも全部食べれちゃう。もちろん食べれます。ちょっとじゃあこれ撮らせていただきましょう。ねえ、うわ、ピスタチオ大好き。ピスタチオ、あ、こちらもちょっと行かせていただいてと。ほら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 、失礼します。ね、すごい。これ何ですか。これはあのさくらんぼと脳みそのケーキになります。すごいな、これも、もうすごい技術ですね、これは。ありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと脳みそ怖いからこれにしよう。そこを避けて、ちょっと怖いって。あ、かわいい。かわいい。ドラかわいいでしょ。もう色とりどりで。ありがとうございます。もうちょっとお楽しみたいと思います。失礼します。さあ、こっちも。こっちもご飯がいっぱい並んでおります。あ、どうもよろしくお願いします。いらっしゃいませ。宮本さん。いや、おいしそうでございます。うわー、これも十字架のね。これは何ですか。はい、こちらアッシェパルマンティといいまして、牛肉の赤ワインを煮込んだものに、上にマシュマシュ芋、ポテトのペーストと、上はシュー生地で十字架を作って、お墓のイメージで作っております。映えですね、映え。いいです。これは、はい、こちらナポリタンに白いのが、指型のニョッキですね。こちらも指型のニョッキ、すごい、ちょっとリアル。なるほど。
ねえ、いいですね。わ、これかわいい、かぼちゃのやつ。ねえ、いいですね。あ、いいね。あ、そして私、皆さんちょっと見つけてしまいました。お肉の塊。あ、すごい。これは何ですか。はい、こちらオーストラリア産のサーロインをローストビーフにして提供しております。ちょっと いいですか、はい、お願いします。あ、結構太めに、うわ、結構すごいよ。このね、もう切っていただけるっていうのがね、ビュッフェならでは。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。すいません。じゃあこれちょっとここに置いて、ちょっとソースで、これソースは自分でかけるんですよ。そうです、よいしょ、よい、はい、ありがとうございます。もうこれもテンション上がりますね、うん、ありがとうございます。これその、はい、どれぐらいこのメニュー考えるのは、もう構想で言ったらどれぐらい前からとかあるんですか。もう大体2、3ヶ月ぐらい前からです。この3日間のためにもう何ヶ月も、2、3ヶ月前から。そうです、はい、ありがとうございます。いただきたいと思います。いきましょう。すごいですよ。ちょっとじゃあ座らせていただいて。食べるか本当悩みます、ね、最高です。こんなあったら、おー、ありがとうございます。すいません、僕だけ本当にいっぱい並んでますよ。いやー、ちょっとこれやっぱりローストビーフ、お肉ですかね。くー、そうですね、すいませんね、井川さん。いえいえ、いやー、美味しそう。いきます。絶対これ来るでしょ。いや、もう早速早速ドラフト1。あれ変わった、ドラフトバージョンだ。いや、ちょっとスイーツもね、いただきたい。あ、ニョッキ、ニョッキか。手の形、そうですね、ニョッキもこれ。あ、もっちもちでめっちゃ美味しい。ほんと全部食べたくなりますよね、ビュッフェでね。ちょっと目玉、目玉のやつ。目玉も気になる。目玉を食べてしまう。うわ、おいしい。これ食べる瞬間ちょっとね、びっくりしますけど、味はほんとおいしい、爽やかなお味で、うまいな。これは井川さん、どれ気になってますか。あ、自分やっぱりローストビーフが気になります。ローストビーフね、はい、え、食べるんですか。あれ、あれ気になったものを食べるパターン。うーん、いや、うまそう。ドラフト1。いいの、いいの、いいな。最初に食べたでしょ。そうですね、すみません。何回刺すねん。ごめんなさい。びっくりした。ハッピーハロウィーン。ほんまにびっくりしたんです。リアルな、あー、びっくりした。わー、なんかいっぱい、みんな仮装してらっしゃる。ノンアルコールカクテルです。カクテルを持ってきていただいたんですね。なるほど、かわいい。ほら、これも目が乗ってます、目ん玉。かわいい。これは何、何が、グレナデンシロップとジンジャーエールとオレンジジュースで。あー、グレナデンシロップ。あいただきます。はい、うん、優勝。ここで優勝が出ました。めっちゃ美味しい。美味しい。これも ディナー限定で飲めちゃう、はい、すごいですね。ありがとうございます。あ、え、なんですか。あ、はいはい、はいはいはい、今情報が来たんですけど、皆さんすごいです。サンテレビの中継を見たとスタッフの方に言っていただいたら500円引きになるそうです。おお、すごい。すごい。ということでございます。もうめちゃくちゃ美味しい料理がたくさんあります。今日から3日間開催のザ・ハロウィンナイトビュッフェ。ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。